の巨人に緊急事態発生、緊急事態発生。松井が試合前の食事で背筋を痛めるアクシデント、さらにジョーンズもファームでの試合中右肘痛再発で復帰の目処が立たずと、まさに満身創痍の長嶋巨人ですが、痛みをこらえ松井がライトのポジションに着いた初回、先発牧原がチームの危機に俺がやらねばと、1番春、3番鈴木を三振に切ってとる最高のスタートを切ります。7月は爆発をファンは期待しています。そうですね。